どうしたいの？全部食べたいのね。そうそのねチーズケーキだよ。写真にも載ってるね。わかりめ、大事。ごめん。大事。今日これはこの話。あら。娘の障害はコルネリア・デランゲ症候群って言います。あの5番染色体上 の遺伝子情報の突然変異って言われてるんですけれども、あのコルネリア・デランゲ症候群の特徴としてはいろいろ多毛症であったりとか、手足の欠損とか奇形とか、あの難聴であるとかいろいろあるんですけれども、あの娘の場合はまあもちろん多毛症、眉毛がつながってたりとか、あと難聴ももちろんありますし、で手足も小さいです。お腹の中にいる時に7ヶ月だったかな、エコー検査でちょっと心臓の位置がちょっと普通のこと違いますよって、場所がずれてるので多分先天性横隔膜ヘルニアって言って、あの横隔膜がに穴が開いてると思うので、ちょっと生まれた後に手術が必要な子ですよって言われて、でそれからもういろいろ手術はしてます。人工膜入れたりとか、逆流症の手術をしたりとか、肺が潰れてたりとか、大腸切ったりとか、いろいろあります。娘の場合は、はい、どんな顔をするのでしょうか。どうですかこの時間帯、緊張するとかあります？ああそうですね、気は張りますね。帰ってくるってもうすぐ帰ってくるって、いつも気になりますね、どんな表情で帰ってくるのか。ニコニコで帰ってきてくれるとああほっとしますし、もう眠い眠いとか言われるとああちょっと気合い入れて対応するかってこんにちは、おかえり。じゃあおかえり。よいしょ。こちら。よいしょ。じゃあこんにちは。お。お。ちょっと待って。手を洗わないで。ごめんね。お。調子よかったの。いいじゃない。カメラも気になるね。いいね。いい笑顔だね。うん。こちらフォークありますよ。そう、フォーク使ってね。おいしい？いや、嬉しいわ、落ち着いてて。ね。平和だね、今日。これね。いいね。多分、小学校4年生ぐらいから、今度は逆に、できることが増えてきたので、いや、それいいことではなくて、本当に、機嫌が悪い時にできることが増えちゃうと、最初その投げるものがスプーンだったりフォークだったり食器だったりしてたものが本当に衝撃的だったのが、本当にダイニングテーブルごとひっくり返される時があって、みんなで一緒にご飯食べますよっていう時に機嫌が突然悪くなってひっくり返されて食べようってものが全部なくなった時が多分衝撃的で、普段ここスープお父さん出してくれたよ。ちょっと休憩する？ごちそうさまでいい？何だった？どうする？休憩する？
あ、でも食べたいんだ、うん、眠たいけど食べたい、眠くなってきた、うん、よし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 。娘は睡眠障害があるんですけど、それが原因なのかどうかよくわからないですけど、食事をなんか食べてると終わりがけにやっぱり眠気が襲ってくるみたいなんですよね。血糖値が上がるからなのかお腹がいっぱいになるからなのかわからないんですけど、そこでやっぱり食事の終わりがけにすごい眠気がやってくるので、やっぱりその眠気を不快に感じてやっぱりいいって。でその睡眠に関してもじゃあ寝れればいいんじゃないっていう、そういうやっぱ単純な話ではなくて、まあ、もちろんしっかり寝れるのが前提なんですけど、その寝れなくなる要因っていうのがホルモンのバランスであったりとか、その新しい環境であったり、そういう精神面であったりとかするので、ちょっとそこのところはもう成人してからとっても難しいですし、あのこちらも疲れるようなやっぱり行動は出てきますね。で昨年ショートステイ1泊2日の泊まりも始めたんですけど、半年ぐらい結構頑張って行ってくれてたんですけど、慣れたかなって思ったところで、本人はもしかしたら我慢をしてたの、頑張りすぎちゃったのかもしれないですけど、ちょっと発狂するようになってしまって夜も寝れないっていう風、よしよしつけてつけて、頑張れ、面白いね。おおおおおおおちゃん、ドラガオじゃんけんじゃんけん、ドラガオじゃんけんじゃんけん、パーの顔パーの顔、楽しいね、ドラガオじゃんけんグーチョキパーあ、いい顔、いいね、ゴロちゃん笑ってる笑ってるね。ね、こんちゃん大好きな写真持って幸せだね。ほら、ほら、景色いいよ。ここから夕日が見えるのね。ねえ、いいわ。ちょっとまだこの間なんですけど、私の姪っ子の結婚式があったんです。うん。でその時の姪っ子の写真をコノハに見せたらすごく嬉しそうで、あその前にあの、20歳を祝う会があったんですけど、その時に娘着物を着付けてもらったんです。そうしたらすごく気に入って、うん、嬉しそうに、あのお腹とか苦しいはずなのにもう何時間も着続けてて、うん、で自分のあのその着物姿の写真を見るのもすごいいい表情で写真を眺めてたんです。あ、そしたらなんかあの姪っ子のドレス姿の写真を見せた時も同じような顔をしてたので、あ、もしかしたらこれはドレスも着たいのかもしれないと思って、うん、でまあね、娘が、まあ、結婚することはないんですけど、あのちょうどあの私が25の時に結婚をしたんですけど、娘も同じ25歳の時になったらちょっとドレスを着せてあげたいなっていう気持ちが私の中でちょっと湧いてきて、それでまだちょっと先なんですけど、ちょっとずつ娘が着れるドレスが作れたらいいなと思って、ちょっと娘で内緒で作ってますもうちょっとボリューム出すためにもう一個ここに本当はレースをつけたいなって思ってます、うん、こんにちは、はい、
こんにちはって、こんにちはって遊びに来ました。こんにちは、こんにちは、こんにちは、よく来ましたね、おじゃん。今日は何ですか、おしやかですね。もっと元気いいんだけどな。なあ、じゃん、ぽい。なかなか乗ってこんな。今日は遠慮しとるな。遠慮しとる。いつも踊っとるね。じゃんぽい。はい。はい、こうでしょ。はい、はい、パンパンパン。はい、パンパンパン。ね、コロちゃん、これ、コロちゃん、こっち見て、はい、フラ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 ダンス、フラフラあっち向いてほい、こっち向いてほい、じゃんけんぽい、上向いてほい、下向いてあっちゃ、こっちいないいないば、いないいないば、はい、いないいないば、はい、いないいないば、はい、いないいないば。ばあちゃんって、ばあちゃんこっちだよ。ばあちゃん、こんにちは。またまた遊びに来ました。かのちゃん、こんにちは。こんにちは。なんかマスクができてる。そうそうそう。ええよねえよ。何がいいですかね。何が気になった？お、なんか珍しいの見つけたね。お、お願いします。ありがとうございます。70円ですね。はーい。眠いよーって。眠たい。眠たいね。本当に眠たい。なんか嫌な記憶を思い出しちゃうんだね、きっとね。眠気が襲ってくると。眠気の不快と嫌な体験が、くっついちゃってギャーってね、泣けてきちゃうから、楽しい記憶があるドライブで気持ちを切り替えようっていうことで、合ってますか、これちゃん、合ってますか。だからこの楽しい記憶の、あの修学旅行の写真もずっと手放さないんだよね。楽しかったから、すごい、これ持ってるとその時のこと思い出すからね。ね、このちゃんにとっては楽しい記憶大事だね。そうそう、混ぜ混ぜ、そうそうそう、それ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 、混ぜ混ぜ、あー、いいなー、やりますか、混ぜ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 、いいね、先ほど、そうそうそう、身近なことになるんですけども、もう一回ね、私ね、キャンプしたいんですよね。あー、果たしてこれはもうできるのかどうかわかんないんですけど、私はちょっと娘とキャンプしたいですね。これはもう 今やろうと思うと賭けですけどね。で、25歳になったらちょっとドレス着た写真を撮ってあげたい。ねえ、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 楽しかった、それはよかったよ。ねえ、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 ねえ